どうも皆さんこんにちは、無名のアクアリストです。本日はこのリビアたちの餌を変えていきたいと思います。急に悲鳴を上げるのでご注意ください。多分視聴者の方から触れというコメントをいただきそうなので1回ぐらい触ってみたいと思います。前回入れた餌はバランスよくなくなっていました。この感じだと野菜の方が好きそうですね。今回また新しい餌を作ってみたいと思います。今回新しく追加する餌はこちら、ハムスタープラスです。昔飼っていたハムスターの残り物です。これもおそらく食べると思うので早速入れてみましょう。前回同様ラディッシュの葉っぱと一緒に入れてみました。それに水分補給用のゼリーを入れて完成です。前回まではこの餌に入る口が一つしかなかったんですけど、両方から入れるように二つとも穴を開けておきました。これでリビアたちが餌箱に入れなくなる心配もないと思います。それでは早速餌をセッティングしていきましょう。前回までは餌を端っこに置いていたのですが、あえて真ん中に置いて、その上にこの網網をかぶせることによって暗闇にして餌箱に入りやすい環境を作ってみました。これでまた食べてくれるといいですね。まあ食べたっちゃ食べたかな。野菜をちょっと食べたかな。そんなにお腹空いてないのかもな。うわぁ待ってごめんて。おぉすごい、やばいやばいやばい。この下に入り込んじゃうのはどうすればいいんだろうね。ああごめんごめん。うわ、結構うんちしてるね。そろそろうんち変える時期かな。続いかがでしたでしょうか。多分餌も2日ぐらい置いておけばそのうち食べてくれると思います。次回は掃除をしようと思います。やばいな。もしよろしければ高評価か低評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。